バッカーノが始まっったきっかけ <laughs> 教えてほしいですえっとおっさんは初期メンバーで,で僕も全然また違うチームをやってたんですけど2人ともチームをバラバラでやっててただ1人相方が一緒だったんですけどそいつが、えー、っと飛んで,で2人ともソロになったタイミングでベロッベロになったおっさんが「あのリルくんと一緒にやりたいんですよ」っていきなりクラブで行ってきてまあなんか。 酔っ払ってるし適当なななんだろうなみたいなで、まあ、とりあえずでもみ2人ともやってることはバラバラなんでそれが面白いなと思ったんでまあ連絡来たらじゃあちゃんとやろうと思ってその場ではまあいや全然やろうやろうよじゃあ連絡ちょうだいねって言ったら本当に1週間後ぐらいに連絡が来てでそれから、えー、っと最初はうちの大学のサークルの,あの僕ダンスサークル入ってたんですけどそのメンバーも入れて3人で最初スタートしました。